ったお料理を真剣に向き合ってレポートする、リポートするっていうのは人生初なんですよ。好きは好きなんですけど、夫がアスリートなのでケーキを食べる機会がすごく少ないですね。味見をしながらレシピを作るわけじゃないですか、はい、だから味覚は整ってると思うんですよ。甘いものだから、甘いっていう表現を妖艶に表現すればいいってことですよね。妖艶に、妖艶に美しく表現すればいいってことですよね。任せてください。光市の国道188号を東に進み、島田川を越えて島田市の信号を左折します。少し走って右折した後、住宅街を進むと見えてきます、きなこカフェ。午前中からすでに行列です。うわ、すっごいいい香りがしますね。わ、おしゃれ、かわいい。わー、店内にもお客さんがいっぱい。あと光に住んでる友達が教えてくれて、はい、やっと来れました。なんか見た目も可愛いし、種類もいっぱいあるし、はい、楽しみです。いやないからです。あ、そうなんですね。いろんなとこ回られてます？いやもう結構季節によって使ってる材料とかも、今だったらさつまいもとか栗とか、うん、を使ってるっていうのがすごい。旬の食材を使ってるから。そう、お店のこだわりは地元や国産の旬の食材を使うこと。ケーキで幸せな気持ちになってほしいと、パティシエで店長の吉田直文さんが日々試行錯誤しながら一人で作っています。お客さんを飽きさせないようにと毎日商品も変わります。ショーケースにはチーズケーキおよそ10種類、さらにイートインではトーストやワッフルなどをドリンクと一緒に楽しむこともできます。いっぱいだったお客さんがようやく落ち着いたのはなんと午後4時過ぎ。ようやく試食タイムがやってきました。理恵子さんが選んだのは大学芋と安納芋のチーズケーキと紅茶です。待ち焦がれた。ちょっと見てこのボリューム。いきます。ザクザクの大学芋ですよ。すっごい、これこれは参りましたね。いただきます。芋のホクホク感と、なんかねっとりした部分がありまして、でちょっと柑橘の味もしますね。お芋なんですけど甘みもありつつ爽やかさがすごくあります。チーズケーキと生クリームの層にはそれぞれねっとりした安納芋が練り込まれ、安納芋の甘露煮も入っています。大学芋にはホクホクの食感が特徴のナルト金時を使用。いろんな味わいと食感を楽しむことができるんです。めちゃくちゃ美味しいです。朝から待った甲斐ありました。芋の甘さもすごく自然な甘さもあるんですけど、はい、爽やかさも最後にやってきて、 あとなんか柔らかさと優しさもあって、はい、ものすごい衝撃を受けました。いやいや、もうありがとうございます。とっても美味しかったです。あ、よかったです。ありがとうございます。なんか吉田さんのケーキを見てると、はい、なんか一層一層にそのこだわりを感じるからむちゃくちゃ時間かかってんだろうなっていうのは私の中では すごく感じて、はい、研究者体質なんだろうなと思いました。まあ、自分一人でちょっと作ってるんで、はい、あのいろんなものを作るってなるとなかなかできなくて、はい、なんでチーズケーキだけってなってくると特化してて、そうですね、あでもそっちの方が楽しいですね。こんなに味変えられるんだ。そうですね、途中から驚きですよね。途中からそっちの方になっちゃって、うんうん、分かります。そうです、そうです。すごい、ブレてない。
ロケはこれで終了なんですが、実はリエコさん、ケーキの後に我慢できずこちらも食べていたんです。すっごい、いただいていいんでしょうか。ありがとうございます。めちゃめちゃこれ分厚い。うわ、雪解け道みたいですね。ふわー、ふわふわ。ちょっとこれビジュアル良すぎですね。あります、いただきます。私、北海道のふるさとを思い出しました。もうまさに見てください、雪景色なんですよ。で、チーズの味が濃厚でめちゃくちゃ美味しいです。もう乾杯。乾杯っていうのは負けましたってことです。栄養素的にはさあ、スイッチが入りましたよ。でチーズが、カルシウムの補充になり、タンパク質の補充にもなります。でさらにこれキノコが入ってますから、ベータグルカン、ベータビタミン B 群で糖質をエネルギーに変えることができるので、これを食べたらエネルギー炸裂になります。私みたいになります。すごいことになります。めっちゃ美味しいです。